はい、どうもお待たせしました。鹿田さんの時間です。今日もまた鎌倉の美味しい名店のテイクアウトバッチリレポートしたいと思います。行ってみよう。Bigger scale, the world in hand.